バルディ家の聖母、または、聖母子と洗礼者聖ヨハネと福音者記者聖ヨハネ、純粋さ、無草と、新しいビーナスとしての聖母の地位などの象徴を、含んでいる。花瓶の赤い花はまた、キリストの受難と二人の聖ヨハネの純教をほのめかし、オリーブと月桂樹の枝は、樹肉の神秘を表している。聖母の姿の金欲的な性格は、サボナローラのボッティチェッリへの影響を示している。 ブルーノ・サンティボティチェリン・アイ、プロトアゴニシティ・デラルテ・イタリアーナ、スカーラグループ、フローレンス、2001ISBN88 億8117万914、グロリア・ホシー、ウフィーツィ、キュンチ、フローレンス、2004ISBN8809036751。ありがとうございます。